ハニ族、雲南省ハニ族、雲南省ハニ族は、中華人民共和国の少数民族の一つ。主に、雲南省西南部、黄河西側の愛老山区にある、新平、鎮園、墨の江、元甲、黄賀、元尾、緑春、金平、工場などの県に住む。2000年の人口調査によれば、ハニ族人口は143万9673人であった。 雲南省の少数民族としては、遺族ペイ族に次いで多い。ミャンマータイラオスにおいては、赤族の名で知られている。行政的には、雲南省甲がハニ族遺族自治州を構成するほか、西隣のプーアル市に、ネイハニ族遺族自治県、モトコハニ族遺族大族自治県、スミノエハニ族自治県、工場ハニ族遺族自治県がある。言語は、 シナチベット語族チベットビルマ語背後グループに所属するハニ語を使用する。言語的には、雲南省北部のナシ族やリス族及び遺族に近い。ハニ語は3つの方言に分かれ、その発音や語彙の差が大きいために違う方言との会話は困難である。しかし、文法的な差は小さい。もともと文字はなかったが、1957年に、 政府の援助により、ラテン文字を基礎とする民族文字が作られた。ハニ族の先民は古代のワエビスであろうと言われている。ワエビスは、ワドロ、ワバンとも称され、故郷人が分かれたもので、4世紀から8世紀に、雲南西南部に移動した。東大には南昌の支配を受け、現代に雲南行省の元エジ軍民総管府となった。秋夜、ハニ族首領は、 土市に任命され、新大には一部で、海土気流が行われたが、下、継承、落ち恐れ、左脳などの土地の土管は存続し、土市が依然として、これら地区の統治者であった。中華人民共和国成立後、1952年には、県と同レベルの公が派二族自治区が作られ、1957年11月に、毛字選区との合併によって、 甲賀ハニ族遺族自治州と変わった。1954年5月には、甲長ハニ族遺族自治県が、1979年11月には、住野江ハニ族自治県が、1980年11月には、元甲ハニ族遺族大族自治県が作られている。ハニ族は、山の中原に住み、山勢によって、村さえを建てる。家屋は、石で基礎を作り、土壁を用いる。 衣服は青色が多く、男子は黒色の頭巾をかぶる。青年男女は自由恋愛を認められるが、結婚には父母の承認が必要である。結婚後は厳格な一夫一妻制が行われる。ハニ族には故郷人の不死連盟制の伝統が残る。これは父の名前の後を取って、この名前の始めとするものである。ハニ族は、 伝統的に1日2食で、米を主食とし、トウモロコシを補助的なカロリー源としている。米は白飯に炊いて食べるほか、錠、餅、ビーフン等にも加工する。遠藤からゼリー状の良子を作り、大豆で豆腐や味噌を作る。発酵食品として、野菜の漬物、メンマの類、トーチなどがある。豚や鶏や山で採れた獲物を使った炒め物。 焼き物の肉料理や、血を固めたゼリー、魚のスープ、ヘビ肉、蜂の子のすり身などの動物性食品も多用する。味付けは、唐辛子、コリアンダー、生姜、ニンニクの芽、トーチなどを用いた刺激が強く濃厚なものが多い。火を神聖なものと見ているため、飯などの煮物と動物の焼き物を別の場所で行う伝統がある。また、客をもてなす際には、 男女が別の部屋で食べたり、長貝園が開かれたりする。五穀豊穣を祈る目的で、初夏に田に出て、稲子を取って食べる祭りを行う。棚田では、恋の稚業を話し、稲と共に収穫する。弥生時代の遺跡等から見つかった人骨と DNA、骨格等が一致または酷似しており、大豆を使った納豆や味噌さらに歌書きの文化。 自然崇拝のアニミズム等日本との共通点が多い。ハニ族は4世紀以降に戦火から逃れて南下したとされるが、はるか東の日本列島まで到達していた痕跡が見つかっている。トリーハニ族はベトナムやラオスミャンマー隊にも移住しており、現地では赤族と呼ばれている。特にラオスに住む赤族の村の入り口には木で作った門があり。 形が日本の最古の鳥居に似ている。日本のように磨いた白木を組み合わせてはいないが、鳥居の形状と魔除けの役割を負っている点で一致しており、門の上に鳥の彫刻が据えられている場合もある。日本の弥生時代の一部以降から似た形の鳥を模した彫刻が見つかった例もある。また鳥居の風習は、四川省領山に住む遺族とも共通しており、 チベットから流れる長江付近に存在した長江文明にない手の子孫とされる遺族ともともとの生活域が近いことから近縁であると考えられる。ありがとうございます。